はい、皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ビーチ部でございます。さあ、西方稽古の分でコメントをいただいた中でですね、あのトンネルの中だったら一番効果わかりますよっていうところで、今初めてですね、西方稽古して撮ってます。確かにちょっとなんかガーっていうから、トンネルの独特の音がやっぱり若干入ってきてないんですね。あの 100% じゃなくて、元々のアルトの能力が 20% だったとしたら、60% ぐらいまで、このね、静音稽古いいんではないでしょうか、成功ではないと私は思ってます。それとですね、この大寒波、ロシアからやってきた大寒波ですね、日本に今まさに来てるわけですよ。このエアコンとかね、あんまりつけないんですけど、私はダイヤル回すだけで温度で、ね、あらららら、ジャフがカメラ撮影ですが、スリップ事故でしょうかね。今の愛媛県松山の気温がですね、ちょうどマイナス1度となっております。東京かな、あ、じゃあ、 あのレインボーブリッジ、レインボーブリッジ封鎖できませんとかいう状況らしいですけど、東京都内でも。レインボーブリッジで立ち往生っていうラジオが先ほど、聞こえてきましたね。レインボーブリッジが立ち往生ってすごい影響ですね、天気。あの新幹線とか汽車とか電車、言い方合ってるかな、まあ、新幹線とか地下鉄とか皆さんいろいろ利用されると思うんですけど、雪の積雪によって影響度がもちろん変わってくると思うんですけど、まあ、軽く雪が降る程度ならこう、まあ、ちょっと 1,2 分遅れるっていうですね。今日の日付が
1月22日今午後8時半ぐらいなんですけど、もちろん前も私行ったんですけど、山間部に行ったらもうあのよくテレビで見る景色があるんですけど、現状今松山はこんな感じです。ただ全く逆を言えば、逆を言えばですよ、最も暑くなる場所で取り上げられる愛媛県大洲市というところが、あります。形を言えば、土地が土地の形を言えば、盆地になってまして、まあ私は前愛媛スペシャルシリーズじゃないや、ちょっと心霊っぽいような動画を撮りたところ。しました。まあ愛媛県ではこう寒さすごい記録しました、いろいろ話題になる、まあ、全国でもどこが一番天気がどうでしたかっていうところになるってなると、そこの愛媛県の大津というのがポンと取り上げられるところでございます。私が感じるだけなんですけど、人柄が一番いいのが、私的には大洲市に住まわれている方がですね、まあその愛媛県の愛媛県民としての喋り方ですよね、一番柔らかいに優しさがあるような喋り方に変わってくるんですよね。まあ、普通にこう喋ってても、おそらく皆さんにとって私がこの喋り自体が、すごく黙って聞こえると思うんですね。でもまあ。社員には見せない姿を見せてくれましたね。おそらくですよ。今はちょっと本人の結果取ってないから社名も何も言えないんですけど、その彼が私のこの、アウトを見てしたらどんな、ね、感想が聞けるんでしょうね。驚愕したんでしょうか、失神してしまうんでしょうか。
で、逆に僕はですね、レクサスに乗ったら、ね、もう、開いた口が塞がれないっていう感じになるんでしょうかね。プリウス、アルファとか、プリウスのジーズとか、あの辺とかもそうですけど、まあ、普通車に、K から普通車に乗るだけでも全然違いは当たり前なんですけど、そのレクサスに関しては私全く無知で、初代の最初に出たレクサスはいいなと思ったことはあったんですけど、まあ、とてもね、買えるような悪い持ちじゃなくて、まあ考え方によってはこう買い方もあるんでしょうけどね。あ、例えばランクルの一番最上級グレードを買って、まあなかなか値段がね、下がりにくいですからね。3年ぐらい手前に乗って、で売ると、そしたらまあローン組んだとしても100万円前後で3年ぐらい乗れるっていう考え方ですかね。その記事で見たことあります。そう、今この救急車の音でちらっと思い出しちゃうんですけどもね、皆さんインフルエンザお風邪ひかれてませんか？大丈夫ですかね。私の仕事柄ですね、インフルエンザにかかるとその時点で出勤停止なんですね、1週間もしくは治るまで。またはですね、家族の誰かが一人でもインフルエンザにかかりましたとなれば、その時点で出勤を停止させるわけですね。私がこう新人で世の中に出た頃なんかは、こうやっぱり先輩たちに迷惑をかけちゃいけないっていうことで、まあ家族の中にこうインフルエンザがかかった者がいるにもかかわらず出勤した結果、大変なお叱りを受けた20代の頃がありましたね。もう顔見たら分かりますよね、皆さん。あ、こいつ風邪ひいてんじゃないかとか、別に、ま、さっと休んでも、もう全く怒られないんですよね。なぜかっていうと、出勤してそう、もう他人に落として感染して、その他人を死亡させた場合とか感染させた場合とか、非常に命の危険にさらされる状況な職場なので、足りない職業ですので、今は
人一つ足りない時って本当に大変ですよね。特にこう人と関わるとか、お客様に関わるとかいうことになってくると、あ、つい今これしたいけどって思いながらとか、あーこれ今言うのかとか言いながら、こうニコニコしながらそんな状況でございますけど、まあなんせ、まあ、あ、そうだ、今の話でまた思い出しちゃったんですけど、すいませんね、話が飛び飛びで申し訳ないんですけど、消費税がですね 10% に上がるに伴って、医療に関わる介護福祉資産、介護福祉資産の給料が、8万円上がるっていうのを聞きました。8万円って何の数字かっていうと、ナースの給料なんですね。介護士の給料プラス8万円っていうの、全国平均なんですけど、手取りがね、ナースの方が31万円くらい、介護士の方が、20万ちょっとくらいかな、まあ、そんだけもらってる人もいないと、なかなかいないと思いますけどね、愛媛県では。それ、まあ、それには条件があって、勤続10年以上じゃないと適用されないということですね。まあ本当になるんだったら、まあいいに越したことはないですし、まあその8万円をいただかなくても、まあ1万円でも5000円でも、給料というものはね、上がってくれると、やっぱり自分、家族、もちろん、最後の方に私の車のパーツをね、買うお金にも変わってくる可能性もね、あるし、そのお小遣い制のグレードアップをね、していただけるという状況にもなるということですね。まあ、国の一番の戦略としては、まあ、介護離職を減らすと。実際、介護士として働いている方っていうのは、国家資格を持ちながらも、ほぼ半数 60% ぐらいしか働いてないわけですね。あとは皆さん、離職されて別の仕事したり、家で、ね、介護せざるを得ない状況とか、いろいろ事情があって離職するわけですよね。まあ、賃金が安いとかいろいろ。ちなみにですね、まあ、当然なんですけど、一番高い給料をもらっている介護福祉士の、全国平均を見ていると、もちろん東京が、年収500万ということになってまして、愛媛県の場合は年収が360万円となってました。実際そんなにみんなもらってんのかなと思うんですけどね。まあ、あくまで全国平均なんで、そんなにもらってねえよっていう人の方が多いんじゃないですかね。
常ではないでしょうか。どうぞ明日もですね、とっても朝から寒いらしいので、どうぞ皆さん体調に気をつけてですね、まだ明日も平日火曜日でございます。ほとんどの方が仕事でございます。体調に気をつけて、ください。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。良いと感じました方はですね、チャンネル登録よろしくお願いします。応援してくださる方もですね、グッドボタンを押していただけると